こんな鹿児島の公会堂ってすごく味のある建物でしょう。ライティングはいいですよね。これ少し前からね、こういうライトアップすることになって。あ、そうなんですか。ずいぶん前はじゃあ何も、もう真っ暗だったんですけど、うん、まあ、こういうのがあると、あの新しいビルと対照的にね、なんかすごいこう、ずっと人間の歴史が続いてるんだなっていうのをこう目の当たりに、ね、感じてますよね。だから新しい方が使いやすいし便利ですしね、シュッとしてますけど、これはこれでね、もうどこの部分撮ったってなんかね、写真になる絵になる、そんな感じですよ。だからあのこの辺ね、天気の日に来ると小学校中学校の、あのスケッチの学校のね、図画の写生のあれでバーッと来ますし、普通のおじさんやおばさんらももうこの辺へあれを立てて直接油絵としてね描いたりもしてますけど、あのこういう建物とかね、そんな子供の頃スケッチ行きましたでしょ、学校でとか。行きましたね。どういうのを描きありました？僕らが描いたのはね、なんかやっぱ建物でしたよね、はい、うん、覚えてないですけど、はあ、でめちゃ下手だったなっていうのを覚えてます。先生からも全然褒められないし、はあ、絵うまかったでしょ。いや、そうでもなかったですけどね。だって今だって描いてるし、ね、いや、それは漫画を描いてますけど、あのね、大阪城も描いたことあるんですよ。はあ、はあ、はい、で鉛筆で下書きしたいことあったのにしなくて、直接天守閣から描いていったら、はあ、こういうぐらいでしょ。それがこんなになって、もうバランスぐちゃぐちゃなんですよ。あ、入らない時はありますでしょ。ほんで、そういうことになったなとか思って、先生がね、これはすごいって言うんですよ。その見た目をパッとね、今で言うデフォルメですね、してるって。私はしてないんですけどね、たまたま子供の絵だけど、そんなありますよね。何も考えてない、ただもう自分が描きたいなと思ったとこからこうって入っていくっていうところがやっぱりパワーになるんでしょうね、そうですね。僕らはもう大人になると全体考えて講師をしようと思って、卒のないようにまとめよう、まとめようとこうしてしまいますからね。さあ、あまりね、夢はないですよね。そうですね。だからこの番組もなるべくまとめよう、まとめようとしないでもう財産はあっち、私はこっちと、好きな方向へ、気の向いた方向へ。じゃあ、行きましょうか。僕お電話行ってきます。あ、そうですか。じゃあ私も行きますわ。いや、いいですよ、僕だけで。行きます、行きます。今日はそっちの方がよろしいわ。中村雅俊さんでございますけれども、どうもこんばんは。こんばんは。あのお二人の出会いっていうのはすごく面白かったそうですね。まあでも財津さんは俺のこと知らないけど、俺はちゃんとあのチューリップ、なんか財津さんがもうチューリップでスターで、どっかでコンサートやってはる時に、俺はねまだ大学生で、ほんでまだ芝居もしてない時なんですよ。ほんで、まあ、ちょっとクラブの関係でその照明とかそういうのできたんですよ、はい、延長で。ほうほう。ここで九段会館ですかね。あーはーはー。そこで確かね、ブレッド&バターとかね、そういう人たちがいたんですけど、その時にあの照明のバイトでいたんですよね。ほう。で照明であの2階の方ってこう出入り口のところにこうちょっとしたロビーがあるじゃないですか、はい、そこで俺あのゼラペってあのゼラチンペーパーをこう整理してたんですよ。あ、照明にあの貼るやつですね、前に、いろんな色の、それでこう割とあるんですよ、はい、例えば10いくつとか20いくつとピンクとかレッド系統とかね、70いくつとブルー系統とかってあるんですよ。そういうのをこう、あ、ここでこうやるんだなとかってやってる時に、財津さんじゃないんですけど安倍さんっていうあのギターの人、あの人がいてね、近くにいて、わーとかってチューリップの安倍さんやってたもんで、その時タダで見させてもらいました。へえ、
は財津さんは当然ね覚えてはれへんと思いますけども、ですよね、うん、その九段会館の記憶はあるんですか、やったっていうのは。いやー九段の記憶はいろんなところでやりましたからね、その時に、言ったらスターが、まあ歌ってるでしょ、であなたは照明を当てる、一バイトのお兄ちゃんってわけですけど、その時にもう役者になってそして歌手になってっていうそういう野望というかあったわけですか。いやいやその時はなかった、多分大学の3年くらいなんですよ、その時はねまだ俺英語でお芝居ってなってたんですよ、英語劇みたいな、でもういろんなパートをみんなやるんですよ自分たちで、照明とかメイキャップとか大道具とかね、それでだからまさかその時はね役者になろうとかね歌手になろうとか、ただうちでほらギターで4畳半くらいで、ゲーゲーってフォークみたいなあるでしょ、ああいうのやってたんで、普通の大学生やったんですね。そうです、本当に普通ですよ。それがこうね20年ぐらい経ったらもう、いっつも思うんですけどね、あなたほど幸せな人いないでしょいやそうでしょ、身長がまず高いでしょ、普通これだけでももう3人ぐらい女の子ついてきますよ、来ない来ない、いや例えばの話が、はい、ね、でお芝居やってね、で歌歌ってみんな当たりのですね、で奥さんも別品な人もらい子供も4人も作りはって、でみんながお父さんとして憧れるファンの人が、で理想の結婚相手で家庭もうまいこと言ってる、スキャンダルもない、こんな幸せな人世界中にいないですよ。いやそういうこと言ったらそうだけど、じゃあ聞くけど、じゃあお見合いの相手とかつってさ、だからいい大学出てるとかさ、あるじゃないですか、お金持ちの息子でとか車持ってとかって、だけどそれで幸せの条件にはなりそうだけど、でも幸せとは限らないでしょ。そりゃそうですよ、それは家庭の中で揉めるとかあるけど、どこどこ揉めてないそれと同じじゃない、条件だと背がでかいとかあそう、じゃあどっかになんかお宅の弱点みたいなのがあるんですか。それはありますよ。ああさようか、そういうの聞くと失礼ですからね、大地さん、お宅聞きな私が聞くとこう喧嘩だと、お宅じんわり聞いたらじんわりスッといけると思います。来た弱点なんですけどそのままでもうちょっと言葉を使ってうまく引き出すようにしてください。なんか嫌だなとかって思う時間ってあります？嫌だと思う時間、いいですね、あいいですね、あなたがいいって言ってます。いや弱点は何ですかって聞かれた方が楽かなと思ったんです。本当に、じゃあ弱点で知りたい。とか割と基本的には不器用かなっていう。いや、これは強みになってますよね、不器用っていうのは本人は弱点だと思ってるかもしれないけど、周りからはそれは長所に映ってますよ。そうですか ね、そうでしょう。中村さんの場合はいやだけど割と人知れず努力するタイプなんですよ俺、いやらしいやつなんですよ俺って。学校時代でもこうすごい割と勉強したんですよ、結構3時くらいまでとかバーッつって、それでやっててもしたって言わないんですよね人に。それで時々成績良かったりすると、よしとかつって、そういう。でも陰ではやってたわけですか。そうなんですよ。それはできないからほら、やんないと成績上がらないとかって、例えば何でもそうなんですよ。だからこういう芸事でも芸事あそうですか、だからすっごいこうすぐにできないからすっごいもうよしってこう。だってできない人はじゃあ不器用じゃなくてそれは何なんですかね。そのある程度できてるわけでしょ、ね、やればできるんですから不器用じゃないんですよ、うん、不器用じゃ、そうそうそう、やってもできない人が不器用、そういう人ほどほんまもんができるんですよ。あそうですか、幸せじゃないですか本当に、幸せだね。僕らと同じ部分をね、なんとか発見したいしたいと思うんですよ、いやいやでも同じだって本当に、いやだってそんなに違う人っていないでしょ。それはめちゃめちゃ違うことはありませんけども、一つ違えばたくさんみんなそれぞれ違うと思うんですけどね、まあ、ただまあ、いろんな意味を含めてね、仕事でもなんでも、まあ、割とラッキーかなっていうのはすごい、俺もまさかこういう商売やるとは思わなかったから、なんか、まあ、親友と3年の時にキャストになったの、その英語駅で、それでなんか芝居やってみようかなって思ったのよ。で文学座っていう劇団受けたら受かっちゃったの、
じゃあってんで、まあ、大学4年の時にドナルザ行って、でだから4月くらいに入って12月くらいに決まっちゃったね、そのドラマ、そのそれも主役で学園ものの先生でね。その時にあれなんて俺って幸せもんかな、ラッキーだなと思って。それからずっとラッキーじゃないですか。いやそれはね人知れず努力してるんですよみんな。ラッキーってのはただラッキーってのもあるけど、努力してラッキーになるってのもあるんですよ。だから何もしないでこう、わわ俺はよかったよかったってこう周りがこうね寄ってきたとか、なんか恵まれるってのは俺はないと思いますよ。そういうのちゃんと努力してるから、まあそういう下地を作るっていうか、そういうのはみんなやってるじゃないですかね。でもね、努力してもあかん人はあかんのですよ、結局才能がなかったら。だけど他のそのある一つの目的に対してはダメかも分かんないけど、意外とその時のパッションっていうか情熱で満足する時もあるじゃない。結果悪くてもさ、結果あったら最終的にはは結果で、良いとか悪いとかってあるけど、割とその間にこう自分がこう頑張ってるそのエネルギーとか情熱みたいなのも認めてやってもいいんじゃないかなって感じもするんですよね。さてね、今日はね、歌を歌わせていただくんですよ。私好きな歌がありましてね、ふれあいっていう歌なんですけども、二人で一緒に、いや一緒にって、まあ、ちょっとねお邪魔虫になって、ね、詩いいですよね。そうですね、曲悪いっていう意味じゃなくて、詩もいいですよね。山川さんの、山川さんらしいなっていう感じの詩がいいなと思うんですけど、またあれが中村さんにぴったりですよね。そうですね、あと時代ももう17年前なんですよね。でもなんか時代的にもね、ああいう触れ合いっていう、一人で生きていけないみたいな、そういうのが良かったんですよね。ああいうのは時代関係なくね、あの頃に出てきてずっとやっぱりなんか、そうですね、落ち込んだ時とかなんかの時に聞くと、もうホッとできますね。だから今回これやるって言ってね、改めて聞いたらすごく新鮮だったもん。でも財津さんどうですか、最近結構俺もアルバム作ったなんかしてるんですけど、結構やっぱり歌って基本的にはシンプルの方がいいっすよね、詩の世界なんかも。詩もそうだし曲もそうだし、アレンジもね、やっぱりシンプルで、歌い手の気持ちっていうか、声がね、肉声がこうグッと出てくる方がやっぱり感動的ですよね。何気ない心の風
幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。あの人を思い出す。いいじゃないですか。いいっすよね。おいいね、初めてですわ。あ、そうですか、うん、いい声してるよ、うん、いや一人やったこと歌えません。もう一回ちょっと一人で、いや、ありまへんで、例が分かりません。ドキドキしてる。いや、若村さんが一緒にやろうって言われるからやることになりましたけど、もう本当に鼻息荒いですね。今のはあれですか、さっきのとは違ってちょっとボサノバ風というか、ね、うんうん、こういう感じでも綺麗ですよね。ね、うん、ねあのウィンドサーフィンは、やれるとこへまた今度ゴルフを始めたらしいですね。そうなんですよ、去年のね10月くらいからゴルフ嫌いやって言ってあったんでしょ。そうだから周りの関係、やるなあんなのスポーツじゃねえとかって言ったんだけど、今もうコロッと変わっちゃって、やりてえなやりてえなとばっかし、うん、結構財産もやりますよね。最近ゴルフダメなんですよ。そうすか、基礎体力なくて。そんなに体力いりますよ。いりますよね、結構ね、踏ん張りっていうか、右の踏ん張り左の踏ん張りみたいな。俺そこまでよくわかんない。いや僕もわかんないんですけど、もうやりたてだからね。ああ、そうですね。ただ勢いでいけーっただけでね。でもそんなやるなやめ言ってた人がやりだして面白いっていうの、なんか恥ずかしくないですか。たまにね、ずいぶん変わったねとかって言われて、はい、ええっつって、いやいやいやとかって。だけどあのよくドラマなんかでさ、もう終わると打ち上げコンペとかってやるのよ。そのためにそのためにブービーショーとかブービーメーカーだったんで、ちくしょう悔しいと思って、しょうがないやるしかないなと思って、うん、そうですかね。え、今あのちょうどコンサートツアー中で、うん、お忙しいのにお越しいただいて、来週もまた、はい、もうお邪魔しますんで来ていただけるということで、はい、お願いします。この1週間の間に何かうちの家族が笑えるようなそういう弱点を作っておいてくださいよ。なんでそんなこだわるんですか。弱点弱点って人は皆一人では生きてゆけないものだから。本日は2人をゲストにしてお送りしました、中村雅俊のキスユー。さあ来週もお楽しみに。
服じゃレースに出られないでしょ。自分にやらせてください。じゃんけんじゃんけん。お前たち仕事も燃えるけど遊びとなるともっと燃えるんだな。はい、日産です。うんと優しくしてあげる、うんと元気にしてあげる。私はコスモのママガール。コスモステーション。ハイテックハイパワーの二宮、お役に立ってますか。あなたの二宮。先輩はどうしてこの仕事を選んだんですか。好きな車を通していろんな人と触れ合えて自分も一つずつ成長していける、そんな気がすんだよな。飲みに行きましょう。おーし、日産です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
男にはなりたくない。キャリアファッションブティックジョイナンバシティ1階。小さな会社で大きな仕事、夢はでっかいほど面白い。池浦開発グループです。カンタブランチ1分クッキング。フライパンで炒めるだけ、美味しいキノコスパゲッティのワン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 出来上がり。美味しい茹で揚げ麺、ハウスカンタブランチ。と優しくしてあげる、元気にしてあげる。私はコスモの生ガール。コスモステーション。